取り扱う事業において軸足がサプライヤー業から技術メーカーへと変わりつつあります。社内の体制や環境、雰囲気に関してもこれまでの町工場からパブリックカンパニーへと変わりつつあります。我々はこれからも最先端技術のリーディングカンパニーとして独自の地位を確立してまいります。拠点としては横浜に2カ所、本社と R&D センターがございます。茨城には生産拠点が2カ所、宮の里工場、金砂郷工場、そして中国蘇州には営業拠点として現地法人を置いております。独創的なプロセス技術、斬新なデザイン、そして長く培った加工技術、これらを原動力として日々開発を進めております。ミスがもしもあったとしても一人でもう解決するんじゃなくて、こういう風にやった方がいいよとかアドバイスをもらって他の人と協力しながら解決するように心がけてます。どうしても一人では作業しきれない部分だったりとかそういうものがありますので、周りの方たちのサポートもありきで一人では成り立たないと思っているので、いろんな人たちとコミュニケーションを取るようには心がけていますね。こういう加工方法で考えてるんですけどいいですかねって、まあ、提案してる時とか、うちの職場話しかけやすい人が多いんで、一つの製品作るのにもやっぱ自分一人でやってるわけじゃなくてチームワークでやれてると思います。世界各国における企業の技術革新が進む中で、日本企業がさらに一歩引い出るためには、次世代の新たな技術を使った製品を常に市場に投下していくことが必要不可欠となっております。作る力というよりはむしろ生む力というところに考え方をシフトしていかなければなりません。これらを確実に実行できるように全社員が日々取り組んでおります。